ジョンです。はい、磯部です。先月振り返る磯部マサルン編です。2月ちょっと、ね、はい、時間経ちましたが、はい、はい、沖縄でね遊んでるからね。はい、ます沖縄で仕事してたのでちょっと、はい、はい、そうなりました。何杯食べましたか？25杯ですね。はい、まあまあ毎年はそんな感じでございます。はい、その中からいくつか、はい、まずは、はい、お、ようやくね、もう来れましたよ。いけいけって言ってずっと行ってなかったお店じゃないですか。ちなみに言うと、うん、これ店前までは2回行ってますからね。なあ、そう記帳が終わってるとか、うん、そうで、まあ予約制になりましたよ。うん、ネットでしょ。ネットで取りました。うん、で、まあ結構その味のことはね、うん、あれの話もしたので、まあ本当にクオリティの高い、うん、もう美味しい、うん、もう隙がないって感じでしたね。うん、もう、うん、美味しかったですよ。うん、もうトッピング全て含めて。うん、で、まあ、やっぱ思ったのが、うん、やっぱこの予約制は、うん、いいです。いいし、あと、もうここまで行列してる店は、もう俺やった方がいいんじゃないかなって今思います。本当に、うん、貴重性だったり、いろいろあるじゃないですか、行列も含めて。うんうん、もうなんか、まあ、代表間違われたとか、なんかいろいろみんなね、うん、なるじゃないですか。うん、だったらもう、で、俺すごい思ったのが、うん、わかんないです。この店は初めて行ってるわけだから、うん、前がどうだったかはわからないんですけど、うん、お予約制に何時に来てくださいって店前来ると、うん、もうだから、もし待ったとしても一組二組、外で待つみたいな感じで、うん、今、来た、空いたんで入ってくださいみたいな感じだったんですけど、うん、多分この作ってる方も、すごいストレスなく作ってんじゃないかなって思いました。うん、なんか要はもう、売る食数は多分決まってるわけじゃないですか、うん、こういう店って。うん、そういう店は本当予約制にしちゃって60杯から100杯とかわかんないですけど、そんぐらいになればもう決まってる数を売るってことにして、なんかすごいね、作ってる姿もなんかこう、なんだろう、ストレスなく作ってるように感じたんですよ。わかんないですよ、前がそうだったかも、ずっとそういう風になってるかもしれない。でもやっぱり行列がずっとあるとプレッシャーってかかるじゃないですか。早く作ってあげないといけないとか、そういうのを考えると、俺はやっぱもう今ね、船越とかでもいいですわ、ね、もうあんだけ並んでるんであれば、なんで船越は早く予約制にしたいっていうメッセージも込めて、なんかでも、いや本当に、うん、まあ、これラーメン以外もそうかなと思います、うんうん、なんかね、作ってる側もストレスない、うん、待ってる側もストレスない。で、これテーブルチェックでしたっけね、うん、だから390円だったかな、うん、かかるんですけど、うん、多分みんなそれに対する待つ時間を400円だったらみんな出すと思うんですよね。だ、俺そのレストランとかで使ってたから全く気にしてなかったんですけど、うん、なんか食事を食べるって感覚でいれば何も思わないので、うん、こういうお店もっと増えたらいいな、うん、本当に。でも思いません？まあ思うよ。予約するとこって行ったことあります？ラーメン、俺まだ実は飯田さんのとこで予約取れなくて、ネット予約行けてないんですけど、ね、まあそうか、だから飯田商店と富田はそうか、ですよね、ネット予約で行ったね。そう、うん、だから、まあもちろんね、予約取りにくいとかっていうのはあるかもしれないですけど、うん、それ含めてもやっぱ、うん、なんかストレスフリーだなっていう、うん、なのでぜひ行列店、そうでも、まあね、前ね、この船越に軽く相談されたことがあったの、うん、で、うん、その時僕反対したんだよ、うんうん、でまあ、今ちょっとまあ考えは違うけど、うん、その反対した理由の一つとして、うん、今はいいんだけど、うん、これで人気がなくなった時に一気にあの落ちぶれた感が出るよって言ったの。それもあると思います。だから、うん、それもすごい思います。でこれが逆にあの店さ、予約で390円も取るんだぜって言われかねないんだよ、うん、特にまあ船越さんみたいなね、そうラーメンだとね、そうだから、そのリスクはがあるから、そう、いやだから行列店でもね、うん、でも夜は行列しない行列店もやっぱあるわけですよ、うん、だから俺もこの取り入れる取り入れないってあると思うんですけど、うん、その俺あれとしてはもう俺食数が決まってる、売り切れで終わるところはもうそれでいいのかなって俺は思います、なんとなく、うん、なんかもちろんその取り入れる取り入れない、うん、さっき言ったリスク見ても絶対あるんで、うん、ですけど俺はすごいストレスフリーな食事ができたので、うん、はい、ぜひ、まあ、ネタで美味しかったっていう話がちょっと伸びただけです。はい。こんな感じで。はい。はい、次。はい。麺屋番。わかります？わかんないと思う。いや、行っては言います、絶対。あ、そう。で、古い店ってこと？中村屋さん出身ですよ。あー、行ったことあるわ。で、多分俺前、これ移転してんのかな？前の見た記憶よりも違う店だった気がするので、うん、あ、そう、うん、
ちょっとわかんないです、これも覚えてないだけかもしれない、うん、だからすごい久しぶりです、うん、ほんと相当久しぶり、うん、もう多分お店も年季入っていて、うん、で、まあ、それは記憶ありますよね、うん、中村出身の方の結構古いお店、だからもうどういうラーメンか覚えてないよ、これが中村屋でした、俺の記憶がある、あ、もうなんかやっぱね、中村屋のいい、ね、だからあの中村屋っぽいラーメンってあんまもう食えなくないですか、うん、あと静岡とかにもそれっぽい店ありましたよね、あ、中村屋出身のね、三島にあったね、とか、うん、記憶あるんですけど、うん、俺がなんとなく記憶する、まあ、あの香味油ですかね、見栄えもそうなんですけど、うん、まあ、チャーシューもこう、うん、なんか炭火でみたいな、うん、いや、これ美味しいっすよ、あのねそうだからなんかやっぱね、古くないんだなって思いました、ただ、モス感もちょっと感じるんですよ、なんつうんだろう、うん、でも今でも通じる、まあ、旨味がしっかりした、ね、あの当時の中村屋のラーメンがそのままだとしたら、うん、やっぱり若干ノスは感じるかなって気がする、うん、とは思いますですけど、うん、もう今でも全然通用するって言い方はちょっとあれですけど、うん、本当にあバランス型で美味しいなって思ったので、うん、多分この中村屋さんの味を感じれる店って結構少ないと思うんで、うん、そうね、結構久しぶりに行ったんですけど、これまた行きたく、今回は塩食べたので、うん、醤油食べたいなってやっぱ思っちゃいましたね、うん、ちょっと ね、ぜひ美味しかったんで行ってみてください。でも中村屋の塩ってさ、なんかなんだろう、塩にしては珍しくさ、確かにニンニクとか効いてるじゃん。そうなんですよ。だからあの香味油がそうやっぱその個性ですよね。ね、うん、うん。だからそれ含めて、だからその辺がモスっぽく感じるのかもしれない。わ、うん、からないですけど、うん、まあでも美味しかったです。なんか、うん、中村屋さんを思い出しました。はい、はい、ぜひ行ってみてください。だって覚えてないぐらいだったらお店の人はね。はい。では、はい、ちゃん食堂。これね、なんだ今さら、今さらっていうか、今さら考えたけど、もう喋ってる気がするんだけど、ね、23年のやつで喋ったのはあるんですけど、行ったのは2月です。なで、なんだろうな、今なあのここってスープを継ぎ足し継ぎ足しみたいな感じ、そうなんか感動一本で、ね、うん、やってるらしいね。直でやってましたね。うんうん、俺それがすごいいいとこが出てるなっていうのは思いました、うん、で、油がやっぱその熱々になるわけじゃないですか、うん、スープから、だからそこもすごい良かったし、うん、でも多分継ぎ足してるし多分数が出てるから、うん、そんなにこう古臭いというか熟成感があるばっかりでもないんですよ、だからなんかそのやり方って意外となかったな、だから昔の店やっぱもちろんあるそうだってあるじゃないですか、うん、だ本当昔のラーメンをそうだね、したいんだろうなっていう、してるんだろうなっていう感じでね、でまあだからこれもさ、あの作り方だからさ、うん、要は、自分じゃないと作れないっていうの、スタッフに任せらんないじゃん、もう感覚だと思いますよ、絶対ブレるし、結構感覚じゃん、うん、だからそれも面白いなと思うし、うん、まああとやっぱこの店主さんにファンつくだろうなって思います、 あの笑顔で、うん、シャキシャキとそうね、早朝から並びましたよ、うん、すごいです、あんな朝早くあそこに行列ができてるってすごいな、ね、うん、やっぱなんかこういうでも今までにないタイプの店ってなんかね、うん、いいですね、出てくると ね面白いラーメン面白いなってちょっと思いました、そうそうそう、なんかさ、まあ、営業時間とか営業スタイルも含めてさ、うん、なんか個性的だよね、お店がね、そうすごい、やっぱ本当にただ一つあるのもこの人でしかできないっていう、うん、ラーメンなので、そう、そう、そこがね、まあ もちろんそれがいいんだと思いますけどね、だから このお店がやっぱすごい評価されてるじゃん、うん、なんかそれいいですね、ね、僕も嬉しいというか、だって23年3位でしたしね、そうそうそう、そう、やっぱでも味もね、俺すごい美味しかったです、うん、なのでまあみんな知ってるかもしれないし人気店ですけど、うん、おすすめだということで、はい、はい、では次でございます、はい、なんかまた古い店を出してきたねもうフーズ源流、はい、はい、俺でもこの店多分行ってるんですけどすげえ昔で、うんうん、でも記憶がないんですけどイレブンフーズが閉まったのがいつなのかもちょっと、ね、記憶が、うん、まあそうね、いつだろうね、閉まったねでまあ古いラオタであれば、うん、あ絶対知っている、知ってる、でラオタであればじゃないと多分この新バンバっていうところに行ったことないんじゃないかと、そうね、うん、この新バンバっていう、これで私バンバって呼ぶんですよね、確かね、そうなんだ、いや それ知らなかった気がします、うん、なんか気がするっていうか多分そうだと思うんですけど、うん、要は初めて行った時こんな駅に
思いませんでした、イレブンフーズ行く時、うん、ね、どうなんだみたいな、なんかさ路地裏みたいなところにあったじゃん、ありましたよね、うん、でこれもちょっとツイッターで上げて、うん、でまあそこな、なんだっけ、洗濯機が置いてあって、うん、あとキクラゲだっけ、で、あとあのお金がこうセルフでみたいなスタイルっていうの、うんうん、なんか分かるようにふわっと書いたら、うん、結構みんな知ってて、うん、みんな結構そのコメントが結構来たんですよ、で古いラオタだね、もうどう考えても、あとまあラーメンオタクではなくてもその地域の人が懐かしいですねみたいな、やっぱこの新馬場って場所にあるっていうのもね、この店がね、ね、うーん、味もだからこんな感じだったかなっていう感じではあるんですけど、ああ、そう、結局さ、うん、まあ、よくわかんないんだけどさ、なんかさ家系風じゃん、そうですね、ラーメンとしては、でも家系ではないですね、味はね、だからなんか、いや、だからそこに関係はあるのかな、ないのかななんて思って、うん、なんか ライトなタイプだし、うん、醤油の感じとかも違うし、でもやっぱ家系風ではあるじゃないですか、うん、家系風なんだよ、うん、だからその時もね、なんどういうあれなんだろうっていう、だってあれだってもともと確か麺とかもさ堺とかじゃなかったっけ、そうでしたっけ、まあ、それすらももう記憶がなくて、ちょっとこれ記憶違いかも、ちょっとね、これ間違ってたらすいません、いやだから本当にこの、はい、俺の思う元祖、うん、取材拒否の、うん、まあ、ベスト3みたいなのがあって、ね、まあ、でも昔のね、まあ、有名だったね、寝とき、うん、あとは早場町にあった何でしたっけ、あー、ね、あ、おかゆのとこでしょ、魔法か、うん、新興味とかってことですね、うん、なんかあの3軒がやっぱ俺もあの当時探してネットに住所も載ってなかったんで、うん、行った記憶があります、イレブンフーズじゃそんな話もしたくて、はい、でもね、美味しかったです、やっぱ、はい、なんかね、うん、古い感じはするんですけど、うん、あ、やっぱでも古くて昔にある人気あったお店ってやっぱなんか理由があるなと思いました、うんうん、今でもだからね、通用するっていう方、うん、あれですけど、はい、美味しいお店なんだなと思いました、はい、では店特製味噌ラーメン和田商店、おう、なんかちょうど同じ時期に行ってませんでした、ね、そうだね、2月行ってましたよね、この先月行ったかな、はい、うん、で、まあ、行ってきました、で、うん、これ、うん、リニューアルしてるんですよね、うん、そうそう、それ前も行ったんですよね、前も行った、うん、俺ちょっと大阪に住んでたじゃないですか、うん、大阪の家にからすごい近くにこの1号店があって、おう、で結構俺好きでちょこちょこ行ってたんですよ、うん、でその前はもう塩油のラーメンで、うんうん、まあ、肉が乗ったの、牛肉が乗ってるっていうスタイルは一緒なんですけど、うん、で、まあ、まあご飯に合わせるというか、まあ、食事的なラーメンですよね、もうでもう食べた印象としてはもうね、あの、うん、お食事系ラーメンっていう、まあ、満足感がある、もうそうで、これまあ思ったのは、うん、その時でも、まあ、そういう感じで俺はご飯として食べてた、満足感あるから食べてたんですけど、今回もそういう感想はあるんですけど、うん、なんか味噌ラーメンとしてすごいしっかりしちゃってるなって思って、そう、いい味噌ラーメンと言いますかね、うん、か美味しかったんですよ、味噌ラーメン自体が美味しい、うん、でもなんかもっとこれこういうんだったらもっとジャンクでもいいのかななんてちょっと思うとこもありましたね、ジャンク感は弱いね、そうだからなんか優等生な、うん、せっかくあの牛肉ボンって乗ってたりとか、なんか見た目すごいじゃないですか、でも味がすごい優しい美味しい味噌ラーメンだったので、それはもう前島さんには無理なんじゃないいやだからこれ前島さんのラーメンすごい好きなんですよ、基本的に、だから味がすごい美味しいけど、前島さんにジャンクを求めちゃダメなんじゃないやっぱり、わかんないですけど、いやなんかすごいいい業態だから、うんうん、もっともね、あの流行ってもいいと思うし、学生街だし満足感あるし、うん、そう、ライスも無料についてましたよね、うん、生タオルもついてね、うん、すごいもう満足感のあるラーメンって、うん、なんかもっと俺その大阪の店好きなので、うん、もっと売れてほしいな、うん、はいっていう感じで、はい、まあ、ちょっと俺前島さんちょっとファンなんで前島さんファンなんでそれもありますけど、はいはい、ということで、はいはい、今回はこんな感じで、はい、はい、楽しませていただきました、はい、ありがとうございました、はい。